風自衛艦減ります。シャープ4よし4かな、4じゃないんじゃない、もうシャープ7、もう結構いってる、結構いってるよ、結構って全然全然いってるよ、まだ1年経ってないのに。そうだね、刻むね。いやでもね、でもね、あのどん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 速くなっていくから A 艦って。ああそう、あの富士山も操作に慣れてどん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 速くなっていくから、はいはいはい、こんぐらい刻んでこうよ。正直今年いっぱいはこれでいいと思ってます僕は。いや、いやでも俺もそう、俺もそう、今年いっぱいは下半期、うん、もうみんなが飽きても、9月か、うん、みんなが飽きてもこれやるよ、うん、お前らが見たいからね、うん、俺らが飽きなかったらやるその無責任だな、飽きたらやめない飽きたらやめる、それやだな、俺もうもうつまんねえなって、味しねえなって思ったらやんないけど、富士山もういいっすよ、もうやだな。いやもう急がんの言わないよ。あ、本当？言わないんだ。次の撮影の時に別のゲーム進めてそれをやる。やだな。それはちゃんとかっちり終わらせてほしいな優勝しないで終わる可能性もあるね、だから。いやちょっと優勝がね、まあその甲子園優勝の難易度が分かんないからさ、うんうんうん、今のところまででも2回ぐらいしか勝ってないもんね。M1 甲子園と同じぐらいっすよ。じゃあいけるな。じゃあ見つけまーす。おい、うん、はい、じゃあこれ M1 甲子園も難しいけどな。え、今日はない、最初なんかこれ言っとくことで。あ、新入生が来るんじゃない今日は。あれ、ちょっと待って。ああ、うん、びっくりした。ちょっと何、ヒロチンちょっと胸出して胸。どうだ、 T シャツほら。え、それなんすか、これ。あ、ほんとだ、お揃い。ステガタ三四郎だね。これステガタ三四郎だけど。あ、俺あの織田上田です。なんで？織田上田の T。織田上田の織田上田の T シャツあるんだ。そう、織田上田の T シャツです。コアチョコ芸人 T シャツ多いもんね。これ売り切れるからね、芸人のやつは。はい、じゃあ行きますよ。やっていきましょう。新入生来るからね、楽しみにしといて。はいよ。よし、じゃあ。もうミュートかな？ミュートかな？もうミュート。おい、キモい、キモいんだよ、そのピンクの椅子。なんだよそれ。はい、お前いくつだよお前、ね、自分ぐったり疲れてる。何歳でピンクの椅子座ってんだよ。悪口スタート、毎回。まあチェックよね、チェックいい、チェック、チェック聞こえてるから。あんまりだから、それでやっぱ富士さんの目がクッてなったら、そう、嘘ついてるってことになりますから。チェック、あら、国勢だよ。あ、これ国勢だよ。西陣ちゃん、そこ出身だから。来た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 、2位とか8位上がった。あー、いいね。めっちゃ上がってんじゃん。あ、すごいすごいすごい。気づいてる、気づいてる、気づいた、気づいた、気づいた。え、にしちゃん、いいよ。やった、大覚醒してる。来た来た来た。パワープロもやっぱちょっと気使うんだな、そういうところ。強くないと。あー、西さんが怖いから気使ってんだ。あー、もう出すとか。コナミが。ゴマをするためにグラウンドを整備した。あー、いや、それは良くないよ。大好きよ、コナミに気使わせた？うわ、どうしよう。ちょっと3行きたいんだけどな。いや、覚醒熱いの。1で様子見て。勉強か。すごい確率じゃない、この名前つけたやつが覚醒するって。頭の中なんて。スローイングにしよう。いや、ほんとだね。2位来てほしいな。え、あれ、覚醒はさ、天才がしやすいとかあるの？ああ、1、1、来た。よし、よし、よし。じゃあ、一応、指立てして。よ、なんだっけ、はい、3年に1回は必ず起きるようになってるシステムなんですよ。3年だから、大崎キャプテンだと。誰かしらが。で、これで、4年だったから。ああ、オッケー。勉強もしたしな。絶対怒るようになってて、と、はい、新入生スカウトの時に将来性を感じるって、ああ、はいはいはい、はい、方がいいんだけど、あいつがあいつを入れるとあいつらは確信に5にすれば金いけるから、うん、で、そうするから、あいつらが入ってくると何パーだっけな、もう、うわ、中田選手触った。まあ、とりあえずあいつら確信しやすいっていうシステムで、はい、あ、疲れ取れた。あ、疲れてるんだ。誰かが覚醒するとまた年ごとの覚醒値みたいなのが、はい、リセットされる。なんか天井みたいな。なんかいいことばっかり起きるな。あれみたいな。怖いな。で、誰かが覚醒するとまたこうリセットされて、年々こう覚醒値が増えていくみたいなイメージ。脱退せざるを得なくなって。じゃあ二人なんない？あ、せっせだ。あ、二人なったことないっす。あ、あるのかな。わあ、優しい。計算方式とかまでは見てないです。いいよ、見てるとこで。例えば日ごとにもうやってますって。細かく割り振られてるパーセンテージがあって、年全体でだいたい 25% とか。そうで。いうことじゃない限りは、で、はい、あ、うん、バレンタインデー、そうだよ。バレンタインはちょっと YouTube のショートで見ましたけど、あの、あ、俺チョコもらってる、やった、めでたこいつ、やった、彼女できんじゃない、これ彼女、俺はさ、あ、じゃあいやー、うわ、よかった、あ、なんか須田もあれ
津田大丈夫その彼女。岩下と一緒じゃないその彼女大丈夫。嫌なこと言うな。同じ人すげえ嫌なこと言ってるわ。はい、昨日世界大会もある。ああ、そういうことか。はい。ワニ、ずっと喋ってるけど全然聞いてなかったな。まあ、読んで飛ばしちゃうか。まあまあまあ、大したこと言ってないよ。まあ、ここどんな悪いことが起きるか分かんないんだろうが。どうでもいいのよ。ちょっと嫌だな、あ、守備連携しよう、守備。早くやっぱ試合か、スカウトか。そうそうそう。入学式、ね。入学式なんだよ。もうこれだって、これ、もう入学式までこれカットでしょ。中心でうん、カットカット。いや、カットだと思います、マジで。マジで。こんななんか喋ってるけど。うん、一番、ちょっと早めに面白い。面白くなれーで頑張って喋ってるけど。すごい。全部カット。これが一番楽。一番弱いところ。ね、あ、練習してきた。わあでもまあちょっといや勝ってほしいからですちょっと総括にしよう。いや雑魚狙いね。だって負ける試合やってもしょうがないからな。富士さん1点差で送りバントしてとりあえず追いつくタイプか。どうせもっと弱いこれダメなんだよねそれだとね。俺はね絶対勝つために打つね。頼むぞ木下。俺もそう。キーノー下おそわし。やっぱ延長目当てでやり始めた瞬間やっぱ負けるよ。わっし遅いなっつって。うわーごめん DCJ 勝つために弱いとこ選んで勝てないっていう雨の日びしょびしょになりながら負けた。まあでもみんなパワーっていうかね能力が上がったから。わあすごいすごい中野とかパワーが C になってる。うわー岩下西沢下がってる。あでも小池が急速が上がってるも急速でもあんま上げられてもな。急速いやいいじゃん。小池頑張った。だから、まあ、小池は頑張ってるけど、その急速の前にやることあるよなって。嫌な指導者、嫌な指導者。まあ、急速の前にやることあるけどね、お前。あかんせやんじゃん。いいじゃん。あ、卒業式。いや、これ負けるよ。これ確かに疲れも取るだろ。卒業式来ましたね。さあ、OB がここから出てきますからね。いや、悔しい。そうだね。びっくりするんじゃない不審者いるっつって無理でまたもや。ちょっと待って、これして体力なんかみんなぐったりしたから全員回復させて。はい休み多いな。占い師とか本屋がね。本屋暑いよな。本屋暑い、ね、卒業式。あ卒業式だ。でも占いにしても富士山使い方わかんないからね。もうチームに打ち気がどうのこうの知らないからもう今のままでいいと思う俺は。でも占い師一人推薦してたよね。あ、してたね。富士さん。あ、卒業生一度飛ばせないかなと思ってた。あ、さすが。丸長。あ、高松ね。まあ、大学生そういえばいたな。だから高松はいやそうだよ。あ、大学生になるんだ。星野、あ、星野スカウトされてる。違う、スカウト。違う。スカウト。違う。スカウトになる。スカウトになるって話ね。わあ、ごめんちょっとあんまり顔思い浮かばないわ。あんまり顔思い浮かばないわ。いやあ、でもいいんじゃない。いいメンツなんじゃない。すごいエースだったな。ゴミ監督来たね。いいんじゃない。なんだか寂しいですね。まあ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 、富士さん外部の監督だからね。まあね、いいね、それは良かった。外部の、そう、富士さん外部の加入してきてるもんね、明らかに先生じゃないからね。どういうもんだ。また練習試合だよ。また練習試合や。いいよ。すげー、よかった。しかも今度はそこそこより下の、はい、弱小弱小選んでた。あ、いるじゃん。西田の西田翔さっき言わしちゃったから。俺ちょっとお腹痛いんでトイレ行ってきていいですか。あ、いいよいいよ、全然いい。すいません、みんな面白いよ。それなんで小池一番ピッチャー悪いな。またわかんないっす、なんでなんでしょう。そんな打ってた、はい、いやいや関係ないと思う。多分、まあ、コンピューターが勝手にやったんでしょうけど、足速いやついるんだけど、適当に。うわー、適当にでこれだ。いいね。これアウトアウト。わー、ハロアキ。ハロ頼むよ。ほら、結構さ、3割打ってるからね。ハロ。ラッキーボーの転がせ TV。転がせ TV。転がせ TV も出たよ。はい、ゲッツです。ハロアキ。あー、怒られる。バッドボーイじゃん。バッドボーイ、ラッキーボーイじゃなくて、財布ね。バッドボーイ。いやいや、あと中学の時ね、みんな持ってたやつね。中学。まあ小池はもうちょっと、最悪あとで交代。年代の差じゃないですか。年代の差か。そう。え、バッドボーイは小学だと。あ、小学だっすよ。え、中学でライトオンとバッドボーイ。いやー、それは取れないじゃん小池。コントロールも悪いしなこいつ。だって富士さんが上げてないんだもん。富士さん、富士さんが上げてないからでしょ。
月シフトして、お月シフト外角にすればすごいね。1年目でやっぱそれに気づくってのはだから月ができる。バカ野郎ほんとね、ほんとだよな。何が月シフトだよな。バカ野郎わからん。なんだあれ西沢違う西沢いる。うわーもうなんかダメになっちゃった。壊れちゃった小池が。よし決まっちゃおう。はい。捕まれなかった。やったっと。おーいいー、いいヒットそれ。91.7 って書いてある。いいよ。ワンアウト二三塁。おわっ。おーなんだ。おわ楽しんでんな富士さん。嬉しいよ。来てるぞ。秋元さんももうなんか全部取ったでしょ。ああでもここもうちょっとつなぎたいな。ミート多用にしてみようかな。あんまミートこれ信じてないんだけどあんまり。あ逆に？え？俺ホームラン打ったじゃん。え？秋元がまずい小池さん小池さん外されるんじゃない？使うか。このゲーム9回はさ全部自分でできんじゃん。ああ、はい、あの負けてたらとか勝ってたらとかありますけど。おいダメだ。あ投げれなくなっちゃった、まね、打ったらどっちかなのお前。1試合にどっちかしかできないのノーストライク。めっちゃ厳しいこと言ってる。取れないだろお前。厳しいこと言ってる。めっちゃ厳しいこと言った。どっちもできないの。打っていいよ好きに打て。あいいじゃん。ゲーバカ野郎。まあキツは無理だけど、まあ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 、まあ、1点ぐらいはね。ゴリップク。ああいいね。これもゲッツ取れないとやっぱゴリップク。ゴリップクだったね。あぶない。ああさすがに取れるべ。あーあーもう。いや素晴らしい。舐めた目してる。これでたまに落とすときあるじゃん弱いと。ありますね。おお俺が見てないとこでホームラン打つの。な。すごい怒りそうじゃない落としたら。俺が指示してる、まあ、ああいう場面だって今だって今あの、ま、チームがホームラン打ったのに、ま、俺が見てないとこでホームラン打つなって言ってたもん。うわーストライクを取れがずっとこいつ取れねえくせ打率5割クソばっかつく。お任せにしたらストライク取り始めるのかなこいつ。野放しにしたら無術スレースの打ちせピッチャー返しに弱いなお前。当たり前だろ。打球速度なんててめえが投げてるっすって球より速いからな。でも補給ダメだな。取れよ力が低い。取れよな。あ補給 F だ。あそこじゃ強くしなきゃいけないかもな。投げた後あれすぐ返されて取れねえよな普通に。取れないっすよ。いやもうないんだよな。でもやる待ってるのと違う。あヘトヘト、ね、あでもさすがにアウトと。あいいねー久々の勝ち。うわー、勝った勝った。久々の勝ちなんじゃない？弱小だから。いいのよ。その入学式みたいから、こっち。あ、ちょっと待って、いけんじゃん、塾講師みたいなの。こっち塾講師だよな。まあ、サラリーマン。あ、そうだ、OB。あ、OB か。あ、サラリーマンやってたもんね、そういえばさっき。ありがとう。あ、いいやつ。めっちゃいいやつ。こいつに会いたいな。ちょっと会いんじゃない？アルバイターに。うわ、アルバイターあった後、八百屋に会えんじゃん。うわ、もう、OB どもが。OB ども人も。うわ、じゃあ、お前、なんだ、あの、軍団。軍団いるじゃん。すが。来るかなぁ、新入生来るんじゃないか。4月あ、入学式あったの、今。ですね、秋元。お前は、補給力だ。補給力。まるい、取れなかったからね。ピッチャー返し取れなかったから。ピッチャー返し取れなかったからね。何あげればいいんだ。ちょっとピッチャー能力あげてよ、藤さん、俺。ちょっとずつ低いな。小池さん。ちょっとずつ低いなじゃないよ。いや、ピッチャー、俺結構物になってきてない？だって。お任せなんか。何なん、こいつ。あ、じゃあこの、ちょっと待って、変化球磨くにして。あ、いいね。変化球よ。変化球タイプにしてもらおうか。あ、2つしかないんだよな。覚えるが。あるのか。新球種覚える。覚えるあるよ。ごめんごめんごめん。第二カットボールとか覚えるのかなこれ。覚える。なんで同じ方向のやつ。別の方向のやつ覚えさせればいいのに。まあいいね。急速。でも難しいよなマジいっぱいランがあるから項目がいっぱいあって。うん。ああ西。西はもういい守備力いいんじゃない？ちょっと打撃とか走力。
ットミートだけでいいよ、もう俺やったやった、あ、パワーいいね、よしよしよし、やった、いいね、パワー戻る、矢田のショートで肩仕上がってるなあ、補給アップにしようか、二塁も補給アップにしよういやー、あ、松浦ね、あ、松浦ね、あ、松浦か、西ちゃんじゃないで、まあ、あとはまあ、なんか、あー、外野どうでもいいと思ってんだよな藤さん藤さん、外野どうでもいいと思ってんだよ、はい、わー、入学式が近いぞ、いやこれねまた八百屋いる、藤さんの、やっぱその持ってるかどうかも具合もここで分かります、まあ、そうなんだよね、そうなんだよね、そうなんですよ、ね、これ残酷ながら残酷なんですけど、ね、持ってるかどうかが出ちゃいます、藤さんので、あーダッシュ、いや、フォムチェだな、これ5がありすぎる、はい、さあ、来た、入学式、さあ、どうだ、お7人主に、あ、田淵、尾崎かな、尾崎かな、来た、田淵、尾崎、強いっす、あ、小松が来てくれてる、あれ、小松なのか、お前、いや、どっちだろうね、見ろ、以外もできるなってる、あれ、元三角押してみろ、高16031か 35? え、しかも31もいなかった、 51? あ、あれマネージャーもいる、え、尾崎、え、マネージャーも増えた、違うわ、尾崎クソザコだったよね、OB で尾崎ってのがいるのよ、うわぁ、小松いいね、いや、名前変えなくていいや、違うっぽいわ、え、ゴミ、ええわ、やばい、なんていうかわからない、両者も変えれる、小松強いの来てるね、強いのかな、わかんないけど、51と30はやばい、こいつじゃないな、35やばい、やば、35、あ、で、河野も51だし、ちょっと尾崎見せろよ、はい、なんだよなんだこいつ、はい、一回じゃ止めよう、一回ちょっと連絡して連絡するわ、来たー、なんだこいつ、連絡したはい、あ、お疲れ様です、あです、はい、あ、入学おめでとうございます、あ、いや、おめでとう、ちょっともう、はい、なんかデクノボ来ましたよ、一人35のやつが来たね、うん、あんまりこう見れてなかったんでちょっと一緒に見たいなと思うんですけど、ちょ、一回見ます、あ、じゃあここで、うん、新入部員の能力を見るとね、そうですね、あ、そう、でも田淵くんと小松くんは来てくれました、はいはいはい、すごく嬉しい、あいつ来なかったけど、あいつ来なかったね、強いやつね、片山、片山ね、あもうだから二度と来ないのか、これで二度と来ないです、うわー悔しい、だからあのね試合会場とかであったらぶん殴っていい、片山、ああ、そっか、あ、そっか、関係ない、お、化け物じゃん、あ、そっか、体当てろ、わ、あれなんか全然違う子じゃない、さっきと、はい、新しい、でもこれマネージャーさんね、増えていいことあんの、あ、俺だから年代ごとにマネージャーは入ってくるだろう、あ、そっか、卒業しちゃうから、そうだ、マネージャーっていうその外部からの人間じゃないからねマネージャーもさ、何を重視するのか、いや、でも守備は上げてきてはいるんだけど、まあ点数入れれてない場面が多いから、ああ、なるほど、いや、でもね、守備なんだよな、結局、結局野球は、野球は守備だね、ええかな、1年で分かったか、野球の野球は守備、心理が、野球は守備なんだ、はい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 、いいんじゃない、なるほど、ね、野球は守備です、で、でちょっとメンバー見てみましょうか、はい、これやばい、いや、ゴミだねー、これマジやばいな、すごいね、ほぼ最低値っすね、で、や、野生、野手能力見よう、野手能力、名前なんか変えたら封じとかに、封じにしないよ、肩だけ超いい、まあ、どっまあね、うん、まあね、尾崎はさ、これちょっと一回見せてもらっていいですか、尾崎、違うか、はい、あ、ちげえわ、だってあんな眉毛剃ってるもん、尾崎、ほんとだ、ほんとだ野球眉毛ね、え、強っ、野手能力強っ、野手が強い、でピッチャーいなくなるよ確かに、で、ピッチャーいなくなるからね、野手能力えぐい強いな、え、な、やば、それ多分藤井さん160以上になってますね、野手にピッチャーはすると、ピッチャーはピッチャー能力が低くてもなんか野手能力が高かったりするの、200どうでしょうね、微妙ですけど、でもそれぐらいいってると思う、いや、多分180ぐらいじゃないかな、うん、すごい、めちゃくちゃ強い、ただただこれをコンバートって言って別のサブポジにいけできるんですよ、別のポジションに、ね、うん、そうなんだけど、尾崎しかいないから、この代はピッチャーだから、いやいや、あといるでしょ、上昇に、上昇に、いや、上昇が無理でしょ、上昇まあ新しい新1年生に任せるとかね、それは、ね、まあまあ、まあ、次の1年生に来てもらう、そう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 、確かに、そうか、もう来年中に来てくんないと、小池も
並木も卒業しちゃうから。まあ来ないことはないよ。そうだよ、絶対に来るから。はい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 。他の選手も見て。そうね。小松見てるよ。小松は俺があれした。あ、さよなら男。あ、いいじゃんいいじゃん。小松強いじゃん。ハイエース。160だもんってこいつ。捕手でしょ。うん。捕手もできるし、あれやばいよね。一塁か。一塁し。ハロワキこれ。そっか。ハロワキ。これハロワキやばい。いやいや大丈夫。小池さんが外されてないんだから。ハロワキ以外の。明らかに秋元の方が成績いいのに、小池さんはやっぱ富士山の友達だからやっぱ外されてないから。そうね、やっぱ俺らは大丈夫なんだよ。知り合いかどうかで。そう、知り合いかどうかで決まるから。そういうなんかあるのか、コネコネみたいな。そう、コネみたいなのがあるから。あ、いいね、小松いいね。小松は強いわ。で、河野。いや、河野やばいね。まあでもチャンス C だから、意外と思ってるより打つかもよ。なんか俺もチャンスはね、いい感じだと思う。へぇ、木原あ、強い。こいつも悪くない。強い。あ、いいんじゃない。158。 いや、十分十分。いや、めっちゃ強い。あと、富士さん、あのさ、打順変えてよ。打順いじってないでしょ、起用設定。あ、確かに起用設定で、この打順は確かに変えてないね。これは右に打率ってのが出るから。そう、まあ、なんかセオリー的にはやっぱ打つやつ前にしてみたいな。はいはい、だからで、ここにそうで、パワーあるやつ4番にしてみたいな。いや、もうで、このピッチャーは俺にして。お前が4番になる。そう、パワー高いやつ誰だっつって探してみて4番にして。ピッチャーは小池が多分いいと思います。もうなんだよ。あ、そう、1年生が入ったせいで、あの、これレギュラー変わってる。おい、監督、俺と小池さん入ってねえじゃねえかよ。ダメだ、もうこいつらシステム上ダメって。いい加減にしろよ。いや、秋元がだって5番投手だから。あ、秋元強いのよ。秋元ね、打率5割いってるからね。強いわ。弾道3だし。でも富士さん、俺と富士さん友達だよ。そうだよ。まあな、だよね。出してよ。監督に出してよ。見ないよ。お願いしますよ、監督。試合見ないよ、俺ら出ないんだったら。じゃあ、まあ、じゃあ、あの、右…いやいや、ピッチャーで右守ってもらって。右すな、お前。ライト守って。いや、まあね、じゃあ、そうしようか。あの、でも、まあ、スタメンじゃないってだけ。でも、ここにはいねえ。ここにはいねえだろ。これでいいと思います、俺は。ここにはいねえだろう。まあ、ちなみに、あの、さっき言ってた、あの、コンバートは、あの、毎月始まるときに練習、なんか練習メニュー決めれるじゃないですか。あれで、あの、サブポジ習得ってのがあって、うん、うん、それで変えることができます。まあ、変えるかどうかは富士山に任せるけど。だから、捕手以外のも覚えさせれるよってことですね。うん、そうまあ、まあ、中野見たら、中野パワー C だから、これでいいよ、富士山。いや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 、あ、でも待って、中野打率がね、打率激低でしょ。俺3割打ってるからね、富士山。そうよ、やっぱこいつラッキーボーイがあるから。そう、ラッキーボーイ。さっきでもバッドボーイって言われてたけどね。バッドボーイだね。お前バッドボーイじゃねえかよって言われてたけど。バッドボーイがシャシャリ出てきてるけど。小松な、ちょっとた試したい部分もあるけど。え、新1年に新1年。おいもったいないよ、1年から育ててきたんだよ俺。まあね、でも確かに小池、西澤、岩下はやっぱ出してはおきたい。ありがたい。で、あんまり調子悪い時は引っ込めるって感じ。そう、それ打順だからね、それ。まだだから、ここに、まあ、松浦はね、間違いなく4番だと思うわ。その打率的にというか、パワーも強い。打率見ろよ。なるほど。あれでも、こいつ得点取ってない、結構。得し、あ、でも西澤も打ってるけど、パワーはって感じだもんね。まあ、西澤はね、多分ね、3だと思うな。あれ、まあまあ、そこは任せそうね。言いました、5にしよう。だから、あ、まあ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 、その先で、まあまあまあ、これ投手は俺は9ってイメージだわ。はい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 、エースでいいっすか、うん、これが。でも大谷とか1番ピッチャーやってるよ。それだって秋元だよ、それが。それやるなら秋元ピッチャーから。遠回しにうちの小池は投げることしかできねえって言いてんか。だからもう右守ってもらってになるから。おい、右守れねえんだよ俺は。タバコもう2ヶ月もやめてんだぞ、フジ。スタミナ上がってきたの頑張ってんだよ俺だって。すんじゃねえ。まあ、いや、いいじゃない。まあこんな感じで。はい、なるほどね。この回はいいんじゃない。年の最初には、うんうん、そうね、あの、抜けたり入ったりした時は勝手に変わってるから変えないとこうなっちゃう。そうだね。オッケー。
さあ新1年生入ってきて、はい、次から新しい次の年、はい、頑張っていきましょうよ。頑張ります、はい、うん、はい。